何文字くらいなのこれ。東大国語あるあるに2行問題には書かれてないです、何時以内か。ただ注意のところで回答はそれぞれ回答用紙1枚で回答することと書いてるので、まあ、めちゃめちゃ長くはない。なるほど。あ、100字以上、120字以下現代文の一番最後の問題東大入試あるある、俺ついていけない東大入試あるあるでいじめよう、いじめながらこの動画進めよう三角切るじゃないですか切ったえ、三角なんですか理科は。うん、え、僕丸でしょ。こういう、文系も三角じゃなかったっけ。いや、だから年に変わって違う。ECU の入試受けてたことがバレてきちゃったあ、変わってるんだ。でも、まあ、あるあるでさ、なんか第一のなんか一学期の後半になってきて、なんか筆箱の下の方から三角の出てくるよね。出てくるそうそうそう、うわ、これ入試のやつだわいたわ。いたでしょ。今、もしかして点線になってるの。あ、点線ですよ。うわ、点線できるんですよ。ハサミいらないの。フリーハンドで切れます。ハサミ持ってかなきゃいけなかった。え、ハサミ持ってくる。そうそうそう。ちなみにあと18分です。